今月の皆さんです。今月は自分がこの年だったらどういう気持ちだったろうかなっていうのをちょっと歌にしてみました。それではいきます。テスト勉強に明け暮れて、ただ忙しくすぎる日々、真っ黒に日焼けして来る日も卓球追いかけ、夜はテスト勉強の繰り返し、今日も一日が終わる。それでもあの暑い夏を楽しみにしていた仲間と集まって汗かきながらも、焼きそばにお好み焼きにフランクフルト食べ歩き、何気なく今がまた死んで盛り上がり、お前も地下鉄どうするのって聞かれてもわからないけど、金魚すくい亀すくいで盛り上がったあの夏祭り、また今年もみんなで楽しく卵を、それだけを楽しみに過ごしてきたのに、それなのに全てが失われてしまった。集まって話すことさえもできずに、それでいいよ、何が楽しみの、ただ毎日悔しさと悲しさと虚しさが頭の中で夏祭りです。ありがとうございました。